ピエール・マリー・ウードピエール・マリー・ウードは、フランスの宣教師、動物学者である。中国で宣教師、貝類などの収集研究を行った。イルイコール・エイコール・ビレ県のフージェールで生まれた。1856年にイエズス会に参加し、1867年に除会された。翌年中国に宣教師として派遣された。南京、上海で活動した。宣教の一方、 東、アジアを旅して自然科学の研究にも従事した。研究の成果は1876年から1885年の間に出版された南京地域のカエル医学10巻となった。外務大臣ドルーリュイスの移行を受けて1868年に上海に自然史博物館を設立し、当時中国最大の博物標本のコレクションを作り上げた。 1873年から1874年に著名な博物学者アルマン・ダビドやロバート・スウィンフォーもこの博物館を訪れた。上海南西部のジョカワイに設立された博物館はジョカワイ博物館と命名されたが20世紀になって新丹大学の施設となり新丹博物館となった。主な研究分野は海類学であったが ミンドロ水牛やカオナガリス族などの哺乳動物の被災者となっている。1899年から1900年にタイに調査旅行した後、病気となり、療養の末中国で没した。フルブブルー国の陸産カイルイノートの図版。ありがとうございます。